こんにちは。天ーアカデミー堀秀夫です。今日は正しい目標設定の方法についてお話します。まあ、目標設定をするとね、99%の人は新しくやることを書きます。しかし、正しい目標設定は、まずやらないことを決めますで。この達成率はもう全然違ってね、やることを決める目標設定は達成率が1%程度、まあ、つまり、ね、 ことをほとんど達成できないと。で、やらないことを決める目標設定。まあ、これを戦略と言います。これは達成率が99%程度。まあ、どちらが正しいか比較するまでもないです。まあ、ここで例としてですね、月15万稼いでる A さんが、えー、利益を30万に増やしたいという場合の例でお話します。まず、日本アマゾンでブックオフで仕入れた商品を売っている利益5万円。 ヤフオクでもブックオフで仕入れた商品を売っている利益5万円。日本アマゾンでヤフオクで仕入れた商品も売っている利益5万円。この3つで15万稼いでる A さん。この A さんが30万稼ごうとした時の目標設定ですね。まあ、よくありがちなのは、今やってるこの15万稼いでる方法に、ただプラスして、新しい販売先とね、新しい仕入れ先で取り組むと。 あと15万、新しいことでね、ね襲撃の柱は多い方がいいとか言ってね、やるパターンですね。この場合、実は達成率は低いです。この達成率が低い理由はですね、まずやることが増えるので、それぞれのクオリティが下がります。そして、新しくやることがね、中国仕入れという新しい仕入れ先、それにメルカリ、アメリカアマゾンという新しい販売方法を取り入れていると。新しい仕入れ先、 から仕入れた商品を新しい販売先で売ってると。まあ、要はわかんないね、ねわかりにくい、読みにくいものに手を出しちゃってるってことですね。で、まあ、この場合、まあ、転売で30万稼ぐはずがですね、逆に利益5万減って10万円に減っちゃったよと。で、労働時間増えたということになるパターンが多いです。で目標を達成するならですね、まずやめることを決めます。 でこれ、あくまでもね、えー、例なんで、まあ、あの、自分の場合は違いよということもあるかもしれませんが、えー、ブックオフ仕入れで仕入れで時間かかってると。一方ね、ヤフオク仕入れは空いた時間に気が向いた時やってるんで、仕入れはあんま時間がかかってないと。いった場合には、同じ5倍の利益でも、えー、ヤフオク仕入れで日本ハマゾン販売、販売のがね、かかる時間が少ないというのが分かったとします。その場合も、ブックオフで仕入れた商品を売るというのはやめます。つまり、ブックオフ資料をやめちゃうわけですね。 で、ブックオフ仕入れをやめた時間でやることは、まずこの5万円儲かってる、えー、日本アマゾンで約6仕入れた商品を売って利益5万円。これを利益6倍の、えー、30万円できないか、えー。これにチャレンジすると。で、これが最も成功率が高い方法です。まあ、ただね、えー、今、1日5時間使ってるんですよと。ね、で、6倍にするっていうとね、えー、1日5、6、30時間働かなきゃいけないと。ね まあ実際にはね、そんな増やさなくてもいけると思いますけど、まあ理屈上そんな感じになりますね。1日24時間しかないんで無理ですと。まああるいはね、買ったものを結構寝かして売ってるんで資金的にね、ここ六6倍にするのは無理です。まあまたはね、ニッチな商品なんで、そもそも30万儲かるだけの売り上げが立ちませんと。いうのもね、何しろ今すでに儲けてる、分かってる商品で分かってる販売先ですんで、ちょっと考えればこの6倍にすることが可能か、 不可能かはわかると。可能であれば、まずこれを6倍にするのがいいと。不可能であれば、じゃあ今度は、えー、どやり方を変えます。ただやり方を変えるのもね、いっぺんに変えるんじゃなくて、例えば、日本アマゾンで売るための商品を、ヤフオクじゃなくてね、買い取りサイトを使って仕入れると。ね、販売先変えない。商品も変えない。仕入れ先だけ変えると。あるいは、えー、日本アマゾンでヤフオク仕入れで儲かっている商品を、アメリカアマゾンで販売すると。 これは仕入れ先も商品も買えないで販売先だけ買える。あるいはね、えー、同じく販売先だけ買えるのでアメリカアマゾンじゃなくて、えー、ネットショップでもいいです。まあ、こういうふうにね、全く新しいことはせずに、えー、少しの努力でできることだけをする。やめることを決めて、えー、少しの努力ででき,るだけできることだけをすると。これが、えー、達成率の高い目標設定の方法です。まあ、逆に最も成功率が低い。 ま、成功率低いというかですね、大、え、損、ー、して元も子もなくなる危険が高い方法っていうのが、えー、今までやってない、しかもよくわかんないことに楽そうだからとかですね、えー、なんかそういう理由で取り組んじゃう。まあ、よくある、よく聞く例でね、FX とか株とかどうなんですかねと。FX とか株とかね、どうなんですかねと聞く次元の人が儲かるほど FX とか株式投資っていうのは甘くないです。 大体いい5万儲けるはずがね、損失100万円と。まあ、100万円で済めばいいんですけど、もっと損失してる人もいますね。で、この、なんでね、えー、大きく損するかというと、もともとこの大きく損する可能性があるんで儲かることもあると。ね。えー、それは1000人チャレンジして1人儲かりばね、その人はすごく儲かります。えー、だから、すごい儲かってるようなえイメージがありますけど、やってみればわかりますけど、ほとんどの場合損します。 で、それからね、アフィリエイトを始めたと。ね、今まで物販やっててね、仕入れリスクとか、梱包発送めんどくさいとかね、えー、そういうのを考えて、えー、全く強みの活かせないアフィリエイトに取り組んだと。ね、熟費用だけ払って、えー、作業したけど、全く儲かんなかったというようなことになります。でこの投資でね、楽しして儲けようと思って、えー、損した場合にひどいのがですね、普通の精神力を持っている人だと、えー、儲けようと思った利益のね、何十倍も損すると、 まあ今まで儲かってたもんもなんかね、バカバカしくなって、やる気がなくなっちゃいます。せっかくね、えー、やってたこの利益が得られることも、えー、利益ゼロになっちゃうと。なぜなら、えー、投資で損してやる気なくしてやめちゃったからというパターンになりかちなんで、えー、楽して儲かりそうだからといって、わからないものに手を出すと。まあ、これだけはやらない方がいいです。えー、株式と FX はね、ほんと死々類って形なんで、 どれぐらいね、ひどい目に遭っている人いるかというのをね、後でまた、えー、動画なり、記事なりを作ろうと思っています。もっとい、まあ何しろ目標を達成するのに必要なのは、やることを決めることじゃなくて、まずやらないことから決めることというのをね、えー、覚えておいてください。また目標設定の立て方等でね、わからなければご質問いただければと思います。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。